ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりニトリだよ。今回は彼が本当に誘惑者であるかどうか調べます。こちらから誘惑してみよう。あなたは私にあなたのミルクを与えるためにここにいるの？まあ、これはあなたのミルクです。あなたがお代を支払ったので。それとも、私が酪農場で働いてるという意味ですか？私はただの配達員です、母。しかし、本当に良質な牛乳であることをお約束します。私は時々ベーキングの時間にバターミルクを注文することもあるんです。まあ、確かに彼は子供みたいだから、そっちの方が似合ってるわ。今のはダブルミーニングです、クーリー。私はあなたが配達している牛乳と他のもののことを言っています。彼がその意味を知るためには少し助けが必要なようね。ダブルエンタンドレ。その言葉は聞いたことがありますね。イタリア生まれの方でしたか？あなたはイタリア人だったのですか？なんてこと。ご存知のように、この町にはかなりの数のイタリア生まれの方が住んでいます。私も驚きました。でも、ニューヨークからここまではそう遠くありませんし、私が出会った多くのイタリア人はニューヨーク出身です。はるばるフランスからお越しいただいた男性も知っています。遠くから来た人たちが私たちの小さな町に定住するのは素晴らしいことだと思います。みんなが彼の頭を空っぽだと言ったとき、冗談を言っていたわけじゃなかったの？明らかに、微妙どころじゃなく頭が悪い。私に可愛らしく振る舞おうとしてるのですか？あなたはすでに可愛いですが、バカな振る舞いは可愛くありません。え、は？何をバカにしているのですか？なぜ私に怒っているのですか？私は怒っているのではありません。私がここであなたに目を向けているときは、注意を払ってください。彼はしばらくぼんやりと私を見つめた。私は、その言葉が何を意味するのか全くわかりません。子供の頃にそのフレーズを使ったおとぎ話を聞いたことがあります。お母さんが息子に誰かに目を向けるように怒鳴っていました。女の子に羊の目を投げる話でしたっけ？そんなはずはありませんよね？なんなの？彼はとてもバカだ。彼が無知を装うのなら、私は自分で疑問を解決するだけだ。私は腰に手を当てて戸口にもたれかかる。そうですね、スターリングさん。あなたはゲームをするのが好きなタイプですね。そうですが、なぜそんなことを？あなたが私の気持ちをもてあそぶから。え、失礼なことを言いましたか？主人公は何をしてるの？腹が立って強行手段に出たようですね。選択肢ははい、あなたはとてもいたずらをしましたか？いいえ、でもあなたはとても情熱的な犯罪者でしたね。とりあえず、当初の予定通り積極的に行きましょう。上の選択肢を選ぶね。実は、あなたは非常に悪いことをしました。私はあなたを罰する必要があります。え？お嬢さん、あなたは、静かに、クーリー。私がここの責任者よ。いつ話していいか私が教えるわ。う、彼は言葉を失ってるようだ。それはいい。特に逃げていないところが。その方がいいわ。よく聞いて、ミスター・スターリング。出会い方は悪かったけど、制服姿で会えて嬉しいわ。話せるようになったわ。あはは。どうして制服姿が嬉しいのですか？靴跡が見たいからと白は汚れやすいからだね。どっちもどっちな気もしますが、より過激なのは上ですかね。あなたを踏んだ靴の跡が見たいからよ。まあ、そうですね、何を言ってるかはわかりませんが、はは、簡単でしょうね。誤解されるかもしれませんが。彼の耳は、隠そうとしたにもかかわらず、少し赤く見える。彼は本当に私が話していることが理解できないのかしら、それともからかってるだけなのかしら。もう一押しすれば、答えを知るのは不可能じゃない。耳を赤くしているのを見る限り、完全に意味を理解していないわけではありませんね。あ、それと、靴が汚れていなかったら良いですね。綺麗に見えるように頑張ります。服がとても白いので。誰も汚れた牛乳配達員から飲み物を受け取りたくないでしょう、はは。汚い牛乳屋さんのミルクが欲しいとあなたはすでに汚い牛乳屋さんよ。より過激なのは上ですかね。汚い牛乳屋さんのミルクが欲しい。ああ、いけません。不衛生です。牛乳は本当に汚染されやすいです。そもそも安全に飲めるようにするために、多くのプロセスを経なければなりません。私はあなたの牛乳を意味したの。具体的にはあなたのミルクよ。わからないの？ああ、ははは、おっしゃる通りです。私はまだあなたのミルクを持っていました。私は長い間おしゃべりしてしまいました。暖かくなってるかもしれませんが、どうぞ。
牛乳を渡すとき、彼はほとんど目も合わせない。感情を読むのがとても難しい。そうだ、温めた牛乳といえば、私はそろそろ行くべきですね。私はたくさんの配達をしなければならないので。彼に負けて、牛乳瓶を片手に腕を組む。くそ。まあ、クーリーに会えてとても良かったわ。はい、私も会えて本当に。良かったです。間違いなくそう思ってないね。それは奇妙な返事だった。知りたいことはよくわからなかったけど、今度彼が来たらもっと聞いてみようと思う。今朝も早起きしたのに、昨日のようにドアがノックされないことにしばらくして気づいた。しばらくして、私はドアをチェックしに行き、通りを上から下まで覗き込むと、牛乳屋がいた。急いで下に降りた、スリッパのつま先が牛乳瓶にぶつかりそうになった。ああ。行っちゃったのかな。牛乳瓶を手に取り、キッチンに戻った。クーリーは意図的に私に話しかけないようにしているらしい。私も少し強引だったとは思うけど、彼を誘惑するのに必要だったのは、彼の繊細さへの配慮だったの？イライラする。バッドエンド、甘やかされて育った牛乳。惜しい感じだったんだけどね。最後の選択肢を間違えた感じですかね。途中まではいい感じだったもんね。ところで、彼は本当に誘惑者なのでしょうか？確かに、こちらの話に全く乗ってこなかったもんね。それに別のルートでも紳士的でした。もしかして誘惑者ではなく魔性なのでは？なるほど、主人公みたいに相手が勝手に誘惑しちゃうのか。そして誘惑に乗ってもらえなかった腹いせに誘惑者という悪評が広まったのでは？なるほど、確かにありえるね。あくまで私の考察ですけどね。今回はここまでだね。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう、バイバイ。